大阪市立上小学校は、大阪府大阪市平野区にある公立小学校、旧渋川郡上村にあった2小学校が統合し、1887年に創立した。その後、東高から3小学校が分離、独立している。高区に在日韓国、朝鮮人をはじめとした、在日外国人が多く居住しているため、在日外国人問題を中心とした。 人権教育に力を入れている。在日韓国、朝鮮人児童を対象にした民族学級が開設されているが、大阪市の小学校では最も古い時期に開設された学校の一つでもある。1873年に、堺県渋川郡第36番倉作小学校が渋川郡倉作村に設置された。また1874年には、 渋川郡小学寺村に、堺県渋川郡第150番小学寺小学校が設置された。1887年5月20日に、倉作り、小学寺の両校が統合し、現在地に新校舎を設置して、流下神上小学校が発足した。学校園各市の上では、流下神上小学校の発足をもって、学校創立と位置づけている。高等家は、 近隣町村との連合で設置された熊田高等小学校に委託していた。1938年に学校組合から脱退し、上村独自で高等科を設置することになった。これに伴い1938年に高等科を併設し、上神城高等小学校と改称している。1940年には大阪府女子師範学校の教育実習先に指定され、 市範学校付属小学校の役割も担った。大阪府女子市販学校は、府立から管理次官立に、戦後は、新生大阪学芸大学へ改編されたが、引き続き、大阪学芸大学平野文工教員養成2年課程で、学ぶ学生の教育実習校となった。教育実習生の受け入れは、1959年に、 教員養成2年課程が廃止されるまでの19年間にわたった。1960年代以降は地域の宅地化に伴って児童数が急増した。1970年前後には児童数が約2500人となり日本でも2番目のマンモス小学校と言われるほどになった。そのため百七十一年には大阪市立上南部小学校と校区の調整を 行い、また文庫を設置している。文庫は、翌1972年に、大阪市立上北小学校として独立した。また1977年には、大阪市立上東小学校を分離している。ありがとうございます。